どこもかしこも値上げラッシュで出費も増えて家計を圧迫していると思います。このチャンネルでできることはせめて食費を下げるお手伝いができればなと思っています。節約仮面は関西在住なんですが、業務スーパー、ラム、サンディ、この3つのスーパーがめちゃめちゃ安いと思っています。今回の動画は映っている商品全部ラムーで買ってきました。ほとんどが D プライスというラムー独自の PV 商品にあたるのですが、他の一般的なスーパーで売られている商品と比べてどれだけ安いのか、今回実際に節約仮面の家の近くにあるスーパーで価格を調査してきました。価格がいくら違うのかを一つずつ紹介していきたいと思います。最後には合計金額と総額いくら安かったのかを紹介したいと思いますので、最後までご覧ください。まずヨーグルトですね。 500g91円ということで非常に食べやすいヨーグルトです。近くのスーパーでは明治ブルガリアヨーグルト 400g128円ということで、サイズは違いますが、他にもラムーでは豆乳ヨーグルトや豆乳バナナヨーグルトなども同じ価格で販売しています。同じ重さに変換してみるとメーカー品と比べて約4割ほど安い計算となります。もちろん D プライス商品は口に合わないという方もいらっしゃると思います。だけどここまで安いんなら一度まず値段につられて買ってみてほしいなって思いますね。チャレンジするにしても非常に安い値段で買うことができますし、口に合うんだったらそのまま買い続けたら食費がガツンと下がりますよね。次行きまして、特用薄皮インナーが 500g 入り298円、こちらメガ D プライス商品となります。このね、量が多いのがメガ D プライスという記載になっています。ここに丸大食品のマークがあるので、これで、まあ、コラボ商品みたいな感じですね。近くのスーパーでは同じチキンウインナーが 500g398円で販売していました。100円の差は大きいですね。実はその商品も丸大食品製造なんで、もしかしたら中身は同じでパッケージだけ変えているのかもわかりません。ではラムーがなんでこんなに安いのかというと、一度に超大量に仕入れているからこの価格が実現しています。さあ次はですね、小麦が高騰している中で讃岐うどんですね。これが15円プラス税となります。これね、ぶっちゃけ讃岐と名乗る割にはあまり腰を感じられない普通のうどんですね。 200g 入りです。普通のうどんだとしても15円という価格設定自体が激安ですよね。他のスーパーで調査すると28円しました。ちなみにこのうどんはたまに期限間近ということで、お勤め品の3割引きになっています。そうなると価格は10円切ってくるので、それを狙うのも結構おすすめですね。他にも焼きそばも同じ価格の15円で販売しています。これも非常に激安ですね。次はパスタですね。これも小麦なのですごく値段上がってますよね。ラムーでは未だに 500g83円ということで非常に頑張っておられます。こちら D プライスではないんですが、ラムーがトルコから直輸入しているため実質 PV 商品となります。他のスーパーだと118円と 500g 換算だと35円、 1kg に直すと70円も違ってくるんですね。もう主食が安いだけで家計も大助かりですね。サバ味噌缶です。今はセール中で82円なんですが、通常88円で販売されています。サバの内容量が 120g ということで同じサイズがなかったんですけれども、似たような規格で日水の 145g 入り198円の価格を見かけました。ラムーで買うだけでサバ缶も半額になるんですね。サバ缶シリーズは他にも醤油味、水煮も同じ値段で買うことができます。次はシーフードヌードルですね。75円となってます。他にもね、醤油とか豚骨とかもあるんですけれども、これ味も美味しいですね。段ボール陳列のコーナーにあります。カップヌードルとはまたね、違った美味しさがあります。ちなみに他のスーパーで売られているカップヌードルは148円と半額で買えてしまいます。次はね、韓国海苔です。これね、エンドって言って通路の端っこに置いててですね、ラム的にも結構プッシュしている商品っていうのが分かりますね。8枚入りが3袋入って68円となります。近くのスーパーだと10枚入りが3つで100円ということなので、68円と実質80円なんで、これはそこまで安くはありませんね。ただやっぱり海苔って湿気ちゃうんで、入り数が少ない方が使い勝手がいいっていうので、そういう意味を思うとね、この入り数が少ないラムーの方がお買い得だと思います。さあ次なんですがね、結構思い入れのある商品となります。
ラムーで初めて買った商品はこれでしたね。ラムーのエナドリゴールデンハンマー47円。レッドブルは190円で販売していたので4分の1ですね。超安いです。レッドブル1本買うお金でこれ4本買える計算になりますよね。ラムーってほとんどの店舗が24時間営業なんで仕事終わりにも買いに行けるんです。しかも激安。そこがラムーの超魅力なポイントですね。ラムーを知ったのが多分25歳ぐらいの時だったので、その年齢の時ってよくやっぱりこういうドリンク飲むじゃないですか。夏場は毎日飲んでいたような記憶があります。でね、スポンサーの商品でこの商品はテレビであまり紹介されないと思うんですけどもね、このチャンネルでは月1回ぐらいの高頻度で紹介されています。カフェイン、アルギニンの入っている量がレッドブルと全く同じなので超お買い得な商品ですね。ゴールデンハンマーシリーズは他にもシュガーフリー、ストロング、チューハイなどもあるんで、エナジードリンクが好きな方はね、ちょっと遠くてもね、ラムーに買いに行くのがいいと思います。次はですね、ラムーの栄養ドリンクといえばこれですね、リキナカップということです。36円プラス税、こちら税率が 10% となります。タウリン 3000mg 配合なのがポイントですね。他のスーパーではチオビダ98円、リポビタンデーが138円で販売していました。この既製品はどちらもタウリン1000しか入っていないってことはびっくりですね。サンクスとかでもね、タウリン1000入ったドリンクが100円とかで売られているのでね、これ非常にお安いと思います。疲れのたまりやすい方にはね、ぴったりの商品だと思います。次はですね、ラブエールというドリンクですね。10本91円、こちら乳酸菌飲料ということですね。近くのスーパーではヤクルト10本入り358円で販売されていました。これも4分の1程度ですね。ラムーのグループ会社の製造となります。ここまで安い理由なんですが、ラブエールのこのプラスチックの容器ですね、これが自社で作っているっていうのが非常に大きいですね。あとそのメジャーな商品のヤクルトなんですが、ヤクルトってね、やっぱり球団経営していたり、レッドブルもそうなんですけど、商品に広告代が含まれているため少々割高になってしまうんですよね。このラブエールは当然 CM とかで見たことありませんよね。広告を使っていないため価格に反映されています。味もね、結構いけますし、リンゴ味も同じ価格で売っています。1本あたり9円と非常に格安なので、一度ねお試しで買ってみるのがいいと思います。緑茶ですね、 500ml 入って37円となっています。これも安いですね。一般メーカーのイエモンだと79円で見つけました。42円の差となります。これもね、さっきの話とつながってくるんですけど、特にやっぱり飲料メーカーっていうのは広告たくさん打つ企業が多いですよね。広告代が値段に反映されています。ラムーで買うだけで42円も違うんですね。倍以上ですね。まあ、味もね、至って普通の緑茶なので美味しく召し上がることができます。次はウーロン茶ですね。2リットル入って87円ということで、お茶はね、結構安いスーパーとかありますよね。90円とか92円ぐらいで販売されているお店も多いんじゃないでしょうか。超有名メーカーのサントリーのウーロン茶は148円、その差61円ということでね、ウーロン茶といえばサントリーのウーロン茶と言われるぐらい印象に強い味だとは思いますが、味はね、どうしてもあのサントリーのウーロン茶と比べるとね、味がちょっと薄いというか、香りは薄めとなっていますね。ウーロン茶だったら何でもいいよっていう方はね、価格だけで見ると非常に安いですので、このリープライスのウーロン茶を飲むのがいいと思います。次は缶コーヒーですね。25円と、これも超安いですね。他のスーパーだとワンダとかエメマンとかボスとか全部68円で販売されていました。まあ、味の印象としてはね、ちょっとね、薄いかなと思います。ぶっちゃけコーヒーのライト層というか、初心者向けのコーヒーっていう感じかなっていう感じですね。最近ではリープライスのプレミアムコーヒーっていうのも出てますね。こっちの方がね、この25円の缶コーヒーで物足りない方からするとコーヒーの豆感は強いのかなっていう印象ですね。プレミアムはちなみに35円で購入することができます。それでも安いですよね。25円の缶コーヒーシリーズは他にも無糖とかカフェオレなども同じ価格で販売しています。箱買いだと750円で買えるということで、1000円切ってくるのがお財布に優しいポイントですね。2リットル49円ということで、これも安いですね。夏場麦茶の生産が追いつかない時の予備用に家にストックしています。他のスーパーだと無名な商品の湯浅の水っていうのが58円、サントリーの天然水は88円で販売されていました。まあ所詮水なんで安い方がいいかなっていう印象ですね。
はい、次は炭酸水です。500ミリ入って37円ということで、これね、あんまり見かけない商品なので、もしかしたら新商品かもわかりませんね。サンガリアだと58円。これね、もしかしたら関西限定で販売されているのかもしれませんが、一般的なメーカーのウィルキンソンの炭酸だと79円で販売しています。普通のスーパーで買うと倍以上するので、ラムで買うとね、半値以下で買うことができます。最後の商品はトイレットペーパーです。55メートルの12ロール入り198円です。少しね、幅が狭いんですけどね。マイナーなメーカーだと50メートル278円。60メートルネピアだと398円で見ましたので、ハイダーを取って338円ですね。まあ、ほぼ半額で買うことができます。このね、やっぱりすごいところは、セール価格ではなくて、いつ行っても同じ価格というのがすごいところですね。日用品もね、どんどん値上がりしていってると思いますのでね、こういうところからね、生活費を抑えていくのもいいんじゃないのかなと思います。商品の紹介は以上となるんですが、今回ラムーで買った商品の総額は1270円。仮面の家の近くのスーパーで買ったとすると2516円。その差が1246円ということで、ほぼ倍ですね。買い物をラムーに変えるだけで超安いということがわかりました。他にも紹介したかった商品多数あります。もやし 500g 63円、キムチ 350g 入り91円などね。他にもね、Dプライス商品パンとか、多数ラムーで取り揃えております。お近くにラムーがありましたらね、こんなにも食費が安くなるので、ぜひラムー行ってみてください。同じ音楽がエンドレスで流れていて、それもびっくりすると思います。今回の動画が評判良かったら、第2弾、第3弾と続けてやっていけると思いますので、参考になった方、ラムーって安いと思ってくれた方は、ぜひ高評価ボタンを押してください。また他にも再生リストからラムーの他の動画も投稿していますので、ぜひともチャンネル登録お願いいたします。今回もご視聴ありがとうございます。